演劇、映画、放送、僕たち一人一人にはそれぞれの道がある。下り坂、上り坂、時には迷い、それでもまっすぐひたむきに夢に向かって走り続けてきた。そして僕らは夢のかけらをつかんだ。日芸は可能性を与えてくれる。でも本当にそうか。俺たち3人が一緒になって何かできることがあるんじゃないか。いやでも道って言ったけど、絶対他の語学科も大歓迎だけどね。本当後付けとかするんじゃないから本当に、誰が日芸をゴールと言ったな。誰だお前は。BDC です。BDC です。BDC です。この世界にヒーローなど存在しない。お前らの信じているあいつはヒーローではない。お前には何も守ることはできない。お前に選択肢を与える。ヒーローとして死ぬか、おとなしくスーツを脱ぐか。世界にはたくさんの人がいて、世界にはたくさんの感動があって、人にはそれぞれ世界があって、人にはそれぞれ夢がある。人は夢を叶えるために努力して、それと同じように苦しんで、その夢を叶えるために今何ができるだろうか。夢の集まる場所、BDC。